反門天宣言に明記、北朝鮮非核化の行方。 韓国文在寅大統領と北朝鮮のキム・ジョン朝鮮労働党委員長27日、軍事境界線のあるこの板門店、パン・ムンジョムとも言いますけれどもね、この板門店で会談し、この板門店宣言に署名しました。この宣言は朝鮮半島の非核化について、南と北は完全な非核化を通じて核のない朝鮮半島を実現するという共同の目標を確認したと明記しています。まただ北朝鮮 線が開発済みのこの核兵器、この廃棄、これを検証する方法ですとか、非核化の時期、具体策示されませんでした。M.J. 大統領と金正恩委員長が朝鮮半島の完全な非核化。 ま、これで合意したということなんですが、ジョネさん、これ、どうご覧になっんですかあのですね、ま、日本のマスコミがもう、あの、かやの外であることは間違いないので、あいつらの解説を聞いても何の参考にもならないんで、いいんですけど、え、プラスですね、海外メディアもね、CNN あたりからもうものすごい変更してるので、はっきり言ってもう見てもしょうがないんですよ。でね。あの、いろいろこう見てて、あ、これなかなかいいなと思ったあの、ウォールストリートジャーナルね、これの社説がね、あの、出てまして、昨日、はい。あの、この、ま、首脳会談の評価についてこういうふうに言ってるんですよ。はい。 された共同宣言には具体的な文言がないね。ムン大統領は非核化に向けた意欲をより具体的に示すようにジョンウン氏に促す機会があった国際殺殺団による北朝鮮の核の関連施設の視察を許可するといった具体的な第一歩を要請することもできただろうとでもムン大統領がそうした働きかけをしたという証拠はないとそれどころかムン大統領はジョンウン氏の言葉を学面通りに受け止めジョンウン氏が誠実であると保証してしまったようだと 何度も合意を破棄されてきた過去を踏まえると理解しがたい対応であると。うん、韓国政府は北朝鮮の抗原だと知りながら、 その意味を世界に向けて古代宣伝することを選んだのだと、非常に厳しい気持ちで言ってますよね。だから騙されちゃいけないということを言ってます。それから、あの、アメリカのシンクタンクね、ストラトフォーというね、シンクタンクなんですけど、ここでもね、その、ま、エリンギゴとキム・ジョンウのね、今回の会談の目的というのは、自分が、ま、要はその、外交交渉、大きなディールをまとめられるリーダーだっていう、そういうイメージ戦略があったと。だから、それはどっから始まってるかというと、その、ま、米朝首脳会談を受け入れるっていうところとか、この間、北京ってね、 まあ、超高外交やっていきましたけども、はい、ああいうのやってみたりとか、ね、今回もその、まあ、世界中のね、メディアの情弱どもが喜びそうな、ね、平和だ、平和だっていうね。 もうあれですよ。おじさんを機関中で、もうね。機関でね。もう、機関砲、対空機関砲ですよ。飛行機に向けて撃つやつで、もう撃ち殺して、もう肉片を犬に食わせ、ね。それから兄貴をマレーシアのね、外国で毒殺した、もう残虐で冷酷なこの独裁者でもあるにも関わらず、平和の使者ですってイメージ戦略やったら、もうまんまと乗っちゃったんですよ。CNN をはじめ。CNN が騙されるぐらいですから、日本のメディアはも簡単ですよね。で、そういうのをやっているということを指摘してるので、まあ今回の、あの、大事な、 ポイントというのは、うんはい、え金正恩に騙されてはいけないとーーいうことですね、えー、ちなみにね、このエリンギこと金正恩なんですけど、えー、どうもね、飛べることが分かりました。えーえー 飛べるというのは、飛行機乗れるらしいです。これまではなんかね、飛行機は、あの、あんまり乗らないというか、嫌いだみたいなことを言われてましたよね。そうし新書のね、あの、そのものずばり、金正恩、ね、金正恩という本によるとね。新潮新書です。新調新書。ごめんなさい。えっと、なんかあれなんですよね。あの、自家用ジェットかなんかをロシアから購入して、で、北朝鮮国内をなんか飛び回ってるはけで、稽古が大変になってしまって、なんかこう、身内から文句が出てるみたいなね、そういう記述があるので。ひょっとしたらシンガポールか、 はい。ねえ、ジュネーブ。そうですね。飛んでいけるかもしれない。今度の米朝首脳会談の場所が今、2箇所言われてるところ。そうなんですよ。だからエリンギが進化してね、飛行能力を手に入れたということで。やばいですね、これね。ええ。エリンギからエリンギックスに進化した可能性が。そんなに進化、いや、よく進化してくれればいいですよ。国際ポケモン、エリンギックスみたいな感じになってるかもしれませんまあ、だけど3週間から4週間のうちに、そのトランプ大統領もね、ええ、まあ、米朝首脳会談が行われる、 はいだろうのようなことも言ってますね,、はい、すね。まあ少なくともトランプ大統領はこのまあエリンギのですね誤ったメッセージには騙されて。 いなくて。で、まあ、安倍総理も同じく。ですよね。まあ、ポイントはですね、ええ、まあ、何回もこの番組言ってますけど、アメリカはもうリビア方式が認めないと。はい。言ってるんです。で、リビア方式ってのは非常に簡単で、比較が完全に終わるまで、餌は、ええ、もう全くあげませんと。ええ、完全に終わったら餌出しますよ、というやり方ね。でこれはね、あの、リビアで実際にやって、3ヶ月ぐらいで核放棄したんですよ。米軍がバーって入って、はい。遠心分離機も全部外して持ってっちゃうし、ええ、施設は全部爆発しちゃうし、あと、化学兵器もね、処理し 山に捨ててたたりとか徹底しやっんで、すよそれれででもう完全かかかつ不可逆的にやっったた上しししゃと確認てららそそ援助を出こからカダフィ政権は何年持ったかというと、7年持ちました。あ、そうなんだ。7年後に滅びました。で、エリンギはもうちょっと持つかなって言われてるんですけど、わかんないです、まあでも、今はね、水面下の折衝なんかで、いや、2年ぐらいかかると。まあ、核廃棄まで。いやいや、それ半年でやれと。いうようなね。半年っていうか、3ヶ月ですよ、リビア法人。リビアだったらね。で、そのスケジュールの相談だったら乗るけど、それ以外、 じゃあももうういいよよねねっってててて言席をけけ出ばこれ爆撃開始です別の意味の飛行機が飛んできてしまうと。旅客機じゃなくて爆撃機が飛んできてしまうみたいな展開になる可能性があります。まあでも今回の宣言でもですね、非核化の時期とか具体策、ジョネさんおっしゃったみたいに示されていません。完全非核化とかなんかそういう言葉はあるんですけれども、じゃあそれがいつなのかってのはわからない。で、アメリカが求めるのは、まあこれおさらいになりますけども、完全で検証可能 かつ不逆的な核はい、まさにこれがリビア方式です。これなんですね。はい、えー、ということですから、はい。だからこれを、あの、やられない、ね、やられないように、はい、曖昧なことを言ってる中で、はい、その経済制裁に穴が開けばラッキーなんですよ。はい。で、まず一つ目の穴を開けようとして、はい、文字縁を呼んで平和を演出して、はい、南北統一だ、連邦制だと言って、はい、今だからその、まあ、韓国からの、 その、ま、え制裁逃れのね、穴開き援助を今もうやろうとしてるんですけど、これアメリカの監視も厳しくてですね、なかなかきついと。で、多分前回の南北首脳会談でもアメリカの圧力が怖くて、おそらく上の空だったんじゃないかな私はあのね、あの、ま、この後虎ノ門ニュース出ますけど、先週の虎ノ門ニュースで、これ来ても、アメリカのことは気になって、好きな食べ物は何ですか冷麺が好きですみたいな、そういう中身のない会話になるんじゃねえかと言ってたんですが、もうあの、ウォールストリートジャーナルが斜説で言ってる通り、 今回の宣言は中身ないわけですよだからも、ジョネスさんね、あの、今おっしゃったリビア方式、マこれを取る。でも、おそらく北朝鮮はそれを嫌がる。で、日本に来る。日本に話が来るのは、おそらく拉致問題からしれない。そうそうそう。そういうことです。で、今、だからもう、あの、韓国からの制裁破りがちょっと厳しそうだなと思ったんで、もう拉致カードいきなり切ってきたでしょ。で、ムンジェインがガキの使いでね、あの、あれですよ、え拉致問題について、あ、拉致問題というか、え米朝首脳会談について、あ、米朝じゃなくて、日朝首脳会談。 日脳会談について、まあ、用意があるっていう言ってますよと。ただ、これもね、実際にね、その、金正恩が言ったかどうか分かんないんですよ。韓国の仲ほ口である可能性があるので、だから、その、ウォール・スリート・ジャーナルが指摘する通り、その、今、ムン・ジェインがですね、え、正恩のスポークスマンみたいになって、平和の使者モードでね、まあ、結構、あの、演出に加担しちゃってるわけなんで、本当かどうかも分からない。で、日本はまあ、アメリカと包丁を合わせるでしょうから、まあ、どんな話し合いをね、今回、まあ、南北首脳会談でやろうと、まあ、あの、日本も えー、まあ、日朝首脳会談、どんな形で進もうと、はいはい、基本的にはやっぱりアメリカもね、拉致問題。うんうん え、日本と同じように扱ってくれるということで、この間ね、現地取ってますから、アメリカでも拉致されてる人が3人ぐらいいますから、この人たちと同じぐらいの交渉はアメリカもやりますと言ってるので、ここが連携してる限りは、金正恩がその制裁逃れのですね、まあ、え、制裁の穴をこう開けるようなね、日本から穴開けようと、拉致カードで穴開けようっていうこの野望は簡単には達成できねえかなと思いますね。う横田めぐみさんはじめ472ぐらいのね。そうですよ。それ、え、たくさん、 いらっしゃると聞いてます。はい、ただ、やはり北朝鮮というのはまあ、したたかな？国ですから。はい、いや、あの今今。今 お金少しでもね。援助してくれたら、はい、今、返しますよ。みたいな接触してく、ね、れる。やるでしょうね。でもそれは多分日本としては受けちゃいけない話ですよね。はい。はい、だからその、あの、かやの外議論をしてるなんかまあちょっと頭悪い人いっぱいいますけれども、まあそんなくだらないこと言ってないで、この、あの、議論のフォーマットが今どうなってるかってもうちょっと広い目で考えないといけないですよね。で、やっぱコアになってるのは日米の連携ですよ。はい。で、えっ、ー、と、昨日からかな、安倍総理が中東歴訪してるでしょ。そです、ね、で、それに合わせてアメリカのあの、ポンペオ国務長官も実は中東歴訪してるんですよ。はい。はい 中東問題でやっぱトランプ大統領をヘルプすると、はい、いうこともこの間恐らく話し合われたと思うんですよね、えー、でこの連携ががっしりしてるっていうことがやっぱりその金正恩にとっては最大の脅威で、えー、でそのがっしりしてる中、なんとかその制裁逃れの穴開けたいと思ってああでもない、こうでもないやってるんですけど、結局今のところ切るカード、切るカード全部ですねだめなんですよ、えー、トラップカードが発動して全部やられてしまうというような状態ですね。ここの,の外務務大臣とコンペを、はい、あの国務長官が会談すするそうなんです、はい、ここでやっぱりもう にんですかそうですねなんかもう常に連携してる感じですよねあの電話首脳会談もねあのトランプさんと安倍さんの実際に発表されてる回数よりもずっと多いし時間も長いみたいですはいなんでまあその辺はですねやっぱり日米の連携がしっかりしてる限りはこのまあ北朝鮮の問題ねあの北朝鮮がもう情報せざるを得ないような状況にどんどん追い込まれていくということじゃないですかねくさび打ちたいのは北朝鮮であり中国でありねまチャイナは今完全に海洋の外になっちゃいましたからね逆にねはい。 今朝のコメンテーターは常念司さんでした。